皆さんこんこにちは今日は「アンコからジェットパックコンボーゼ」というタイトルで、えー、ラインスタン,ベマンプメーカーにおける技術的不再解消の道のりについて発表します。よろしくお願いします。まずはじめにこのセッションで皆さんお伝えしたいこととして1つ目私たちがアンコからジェットパック,パックコンボーゼのマイグレーション作業を通して得られた学び2つ目なぜマイグレーションしないといけないのか。 最後マイグレーションは避けられないことでもユーザーに影響をもたらすことは望ましいことではないそうなるとちゃんとしたプランがいかに大事なのかこの3つのポイントを中心に発表していきますでは本日のアジェンダですまず LINE スタンプメーカーの紹介技術的スタックと負債そしてマイグレーションプランと実行した際に直面した問題点と解決策最後にリリースプランについて順次に説明していきますでは初めに軽く自己紹介します 私は LINE 福岡アップデプロメンツ2に所属しているアンドロイドエンジニアです今は LINE ウォレットと LINE スタンプメーカーの2つのプロジェクトを掛け持ちしています LINE、えー、スタンプメーカーというのはユーザーがスマートフォー上に LINE で使えるスタンプを簡単に作ることができるサービスですゼロから作ることもできユーザーが持っている写真やユーザーの LINE アバターなどを使ってスタンプを作ることも可能ですさらにさまざまな編集ツールもアプリ内で用意されています このようにスタンプの作成から販売までのフローを1つのアプリ内で完結させるサービスです LINE、えー、スタンプメーカーは2017年 LINE、えー、クイラアスタジオとしてランチされ順次にさまざまな編集機能を追加しながらユーザーの作成を、えー、ユーザーの創作をサポートしてきましたそして2021年に LINE スタンプメーカーにリブランディングしさらに LINE アバターの連携によって、まあ、より多彩なスタンプ作成体験をユーザーに提供することを 常に目指しています、まあ、そんなスタンプメーカーアプリなんですがでではこちらの,技術の面で開発しています、まあ、フルコトリンで開発されアンコールレイアウト RxJava コールチン r e a l m r e t r o f i t o k h t t p h l t など皆さん一度ぐらいはお聞きしたことがあるライブラリを使っています。と言いたいところなんですがこの中にアンコールレイアというのはもうなかなか一出的な存在なんじゃないでしょうか。 実際私知り合いの Android エンジャーに何回かこのアンコレアについて話したことがありましたがまあ知らないと言ってくれる人がほとんどなんですではアンコールレアとは一体何なんですかアンコールレアというのはジェットブレーニンが開発されたコトリン DSL を使って Android レイアウトライブリーですまあ名前の通りレイアウト関連のライブリーですでは実際のコードを見てみましょう例えばリニアレイアウトを定義したい場合コトリン DSL で リニアアレイアウトをまず書きまずきすさらにその中にレイアウトの属性例えば ID 背景などを設定することもできます。コービューを置きたい場合はそのまま親のスコープ内にコービューを書いて同じく例えばテキストスタイルなどの属性を指定することもできます。さらにユーザーイントラクションを定義したい場合はこのように対象のビューのスコープ内にオンクリックなどを技術し呼び出しの感想を出すだけです。またこのように プレゼンテーションロジックをレイアウトの中に定義することも可能ですこのアンコールレイアウトは最初開発に採用されたのはまあいくつのメリットがあるからです一つ目 XML を介さずにビューを定義しているためパフォーマンスがかなりいいです二つ目柔軟にプレゼンテーションロジックを UI に組み込むことができますコートリンで書いてあるためコートリンのコントロールフルをフール活用することも可能です最後に XML よりフレキシベルに扱えることです まあこんなアンコールレアウトなんですが私たちアンダーレンジェンジャーからしてはまあ意見待ち望んでいたもののように見えるはずなんですが実はこのアンコールレイアウトになりましたもちろんこのお知らせは当時のチームにとってはかなり衝撃的ですしかし当時のチームはここのアアンコーレアウトを継続的にに使うことに決めましたそして2年後の今皆さんが予想してた通り完全に技術的負債になってしまいました じゃあ具体的にはどのよううなにな負債ったんでしょうまずアンコレアードは XML やコンボーズみたいな UI プレビュー機能が存在しません。コトリン DS を見て想像するもしくは実際デプロイするしかないしないとどのような UI ができるのか分かりません。そしてメンテナンスコストです。アンコレアードは Android サポーライブラリのラッパーですので本来なら Android サポーライブラリが更新するに応じてアンコレアードのバージョンを更新すればいいのですが デプリケットになってからその作業もチーム内部で行いといけませんそして両者の差分が拡大するとともにメンテナンスコストも増えつつあります最後新しく入ってきたメンバーの参入障壁にもなっています開発はともかくそもそもアンコレアード自体聞いた頃ですらない人が現状なので新しいメンバーの学習負担にもなっていますではなぜ最初アンコレアードを継続的に使うことになったのでしょう実はデプリケットになった当初 ーしかし当時 Jetpack c o m ンポーズはまだ早い段階ですしチーム内でのマイグレーションでできるリソースもなかったため事効までは至らなかったですしかし去年 t p ッ c パ c クコンポーズがステーブルリリースされチーム内にもリソース補強ができたため私たちは予約本格的に作業することを始めました結果的にアンクーレイアウトが完全に技術的負債になってしまった今 マイグレーションのタスクは遅かれ早,かれ早かれ遅かれやらなきゃいけないタスクですこのタスクがユーザーのためのフィーチャー実装ではなくて完全にデベロッパーのためのタスクですまあ言い換えればデベロッパーエクスペリエンス改善のタスクにも言えるのでしょうしかしマイグレーションは既存のコードベースを書き換える必要があるためその副作用としてユーザーに影響をもたらす可能性がありますデベロッパーエクスペリエンスのための回収なのにユーザーエクスペリエンスに影響が出たら本末転倒のです その事態を防ぐためあらかじめちゃんとしたプランを用意することが大事ですさてここまでが前置きでやっと本体に入ります実際私たちはどのようにマイグレーションしてきたのか説明していきますまずはゴールの確率ですチーム全体で行うタスクなので最初から明確にゴールを定義することが大事です私たちがこのタスクにおいて一番成し遂げたい目標はアンコをジェットパックコンボーズに入れ替えることですなので レガシコートのリファクトリングをなるべく最小限にし必要以上に UI パフォーマンス調整に時間を費やさないようにチーム全体にこの認識を共有しています常にこのゴールを心掛けそれぞれメンバーで実装とコードレビューを行い同じ目標を目指し同じゴールを目指してチームの一体感を保っていますでマイグレーションは4つのフェースに分けています 実装リリース削除そして改善という4つのフェーズですフェーズごとにそれぞれ違うゴールがありますまず最初の2つのフェーズですコンボーズで同じ UI を実装し QA して実際ユーザーにリリースする段階となりますではどのように進行していくのか見てみましょう LINE スタンプメーカー Android はフィーチャーベースのマルチモジュールレポジトリになっていますフィーチャーごとに独自のモジュールがあり 共有モジュールだけを依存していますこの上にまず最初に COMUI というモジュールを作りましたこれはアプリ全体の共通 UI モジュールやスタイルタイプログラフィーなどを格納するためのモジュールですそれからフィーチャーモジュールが独立しているため並行的にマイグレーションすることが可能になります実際私たちは常に2つや3つのモジュールを同時にマイグレーション作業を行っていますしかし ここで実際コードベースを小躍しっくク確認してみたらまだ新たな問題を把握しました。主な問題点としてはフラグメントナビゲーションレイヤーの混在そしてカスタムアンドロイドビューの仕様です。ではこちらを一つずつ説明していきます。まずフラグメントについて話しましょう。アンドロイドではアクティビの中にフラグメントを複数使って画面のナビゲーションを実現するのがすごくごく一般的な話です。 我々もフラグメントたくさん使っていますしかしコンポーズではフラグメントの概念をなくせる実装方法も可能ですナビゲーションコンポーズを使って画面ごとにコンパーサブルを用意すれば可能ですが果たしてその方法は我々に適するのか結論として我々はフラグメントフラグメント構造をとりあえず残すことにしました原因としてはまずナビゲーションコンポーズに移行するためにはフラグメント構造を一気に消さないといけません 段階的にマイグレーション作業は難しいと判断しましたかつフラグメント間のデータを出しなど従来の仕組みを一から作り直さないといけませんむしろ作業量が増えるという予想もありましたそれでフラグメント構造を維持しフラグメント内のビューだけをコンポーズに書き換えることにしましたこれによって画面単位の作業をすることができ品質と共同の担保もしやすくなりかつ速いスピード感を保つことができました さらにこの段階で作られたコンボースビューたちは今後のコンボースナビゲーション改善作業にも再利用が可能ですつきましてはレイヤー混在の問題ですその前にまずこちらを見てみましょう先ほどアンコーレアとメリットとして挙げられたポイントたちです実はこの中に一つの穴がありますこの UI の中にプレゼンテーションロジックをかけることですまあ UI の中のプレゼンテーションロジック これ自体はは別に問題ではありませんしかしこのプレゼンテーションロジックが U コトリンで書いたせいで UI の中からデータレイヤーに直接アクセスするような書き方をやってしまうことがありますこのようにアンコールレイアウトの定義クラスから複数のデータプロバイダーにデータをアクセスしそれぞれ UI の更新をするような実装がレガーシーコードの中にたくさんありましたデータレイヤーと UI レイヤーがきれいに切り分けていないため UI の実装を 差し替えることが難しいことになりますなのでここでは多少のレファータリングが必要ですこれも Android エンジニアなら見られたグラフだと思いますがデータレイヤーと UI レイヤーの間にデータをまとめるための仲介者が必要です今回私たちは AndroidView モデルを使ってその役割を実現することにしましたこのように Anko が複数のデータプロバイダーに直接アクセスするようなアーキテクチャから ビューモデルを挟むことによって、UI、実装のデータレイヤーに対する依存性をなく,なくしましたコード上ではこのようにビューモデル、ビューモードから UI の状態を表すモデルをステートフローとして公開しビューでサブスクライブして更新するような形になりますさてここまでは事前準備です私たちの目標は UI 実装をコンポーズに差し替えることです 準備が整えなけれらコンボーズで同じ UI を作れば差し替えること自体は簡単ですがここに私はさらにもう一つの保険を追加しましたそれはフィーチャーフラッグですフィーチャーフラッグを使ってどの UI 実装を使うのか切り替えることを可能にしました先ほどのコードをもう一回見てみましょうこれはフラグメントのオンクリエルビューの関数の中です開始値としてはアンコウで作られたビューとなっています ここに一つのフラッグを挟みますコンポーズを使うかどうかを決めるフィーチャーフラッグですそして開始値としてはコンポーズ D を適時し同じビューモデルの UI データを受け取りますこのように従来のアクティビティフラグメントアンコービューの構造を維持しながらビューの部分だけ必要に応じて切り替えることが可能となりました それでランタイムでの実装切り替えが可能となりますこのようなデバッグ設定メニューを用意すればアプリ起動中に切り替えることが可能ですデベローバーたちは簡単に共同の比較ができますし QA の段階でも複数のビルドを用意することもいらないですこれでレイヤー混在の問題が解決しました最後にカスタムアンドロールユーの問題について説明します ラインスタプメーカーでは主に画像編集切り抜きなどの機能のためいろんなアンドルビューを独自で実装してきましたこれらのビューは複雑な内部状態を持っているためコンポーズで作り直すのが決して簡単なことではありませんしかしここに優徐に時間を使うわけにもいけませんなので私たちはまず互換性 API を使ってアを使って こちらの Android ビューをコンポーズに実装しようと試みました。例えばこのような画像切り抜きの UI でこのようなコンポーズブル関数を用意しましょう。画像の表示に必要なビットマップやマトリックスを関数に渡します。ここで Android ビューコンパサブルという互換性 API を使ってまずファクトリーブロックの中でビューをインスタンシエードし アップデートブロックの中に更新されるたびに行う処理を入れます。これでコンポーズビューの中に AndorView を簡単に使うことができます。まあ右の画面のようにえ画面のルート、メニューバー、タイトルバーなどはコンポーズで実装されており、画像切り抜きの部分だけ AndorView を使っています。まあ非常に簡単に使うことができます。と言いたいところなんですが、残念ながらそんな楽なことはありませんでした。 実際に適用してみたらさまざまな問題が把握しましたまずはビューイベントのビューミスマッチですここでサンプルコードを見ながら説明していきますトリミングミューという画像を切り抜くためのカスタムビューがありますその中に画像の初期状態を表すマトリックスがあります従来のアンコールレイアウトでは命令でキーワイなのでこのような関数を別途呼び出してビューにデータバインディングをすることとします まず画像をバインドしそしてマトリックスをバインドします極めて簡単なことですこれを互換性 API でコンポーズで書くとしたら先ほどお見せしたトリミングコンポーズブルのような感じになるんでしょうアップデートの中に先ほどの関数のようなデイラーバイン,ング処理を入れるだけですが実はこれはうまく動けませんでした画像の表示がずれることがありますなぜでしょう 私たちは、えー、よくトリミングビューの中身を見たら一つのビューイベントがオーバーライドされていることに気づきましたオンサイズチェンジでですこれはもしビューのサイズが変わった場合初期マトリックスをリセットする処理でした従来のアンコーではまずビューが作られレイアウトされた際にはオンサイズチェンジが呼び出されますその後にベッドで呼び出せた関数によって画像の 画像やマトリックスのバイニングを行われるという順番になっていますがコンポーズでは何度こうなっていますじゃあ並べて比較してみるとデータバイニングのタイミングが違うことが分かりましたなぜこうなったんでしょうそれはコンポーズは宣言でき上げのためビューが描画される前にもしすでにデータが用意されている場合はそのままデータバイニングが行われるため オンサイズチェンジイベントの前にすでにベースマトリックスがセットされる状態になっていますその後、えー、アップデートによってベースマトリックスがセットされてもオンサイズチェンジでリセットされたせいで画像の表示がずれることになってしまいましたこの現象を解決,さて解決するためのワークラランドとしてはこのようにオンサイズチェンジリスナーを用意しますそこにベースマトリックスを設定する勝利を入れますそして サイズがリセットされた後、リスナーが呼び出してマトリックスを設定するようにします。これによって先ほどお見せしたイベント順番をこのように変えました。これでマトリックスの正確性を保つことができました。ここまで話すとやっと問題一つ解決しましたが、実はもう一個あります。それはビューの復元です。まあ、正確に言うとビューの内部状態の復元です。 ままずこれを見てみましょうコンボーズにおいてはコンバーザブルが破棄される再描画する際にもし復元に伝えたい使いたいデータがある場合は「r e m e m b e r s a v a b l e を使って保存することができますこのように St「State to Preserve」は再描画される際には前回破棄された値を使って復元することになりますでは先ほどのトリミングビューの中身を見てみましょう ベースマトリックスというのは画像の初期状態をマトリックスとして表示するための内部状態です。もう一つ画像の移動・回転などの変換を保存するためのマトリックスがあります。このビューにおいてはユーザーは操作によって画像を拡大して回転したりいろんなことができるためこういう情報をビューの内部状態として保存しています。しかしかこの内部状態は このトリビングビューがコンボズビュー内で使用される際には仮にコンボズビューが破棄される場合この内部状態も失われます。なのでこちらの内部状態を復元するためにはビューのオンインスタンスオンセーフインスタンスデイとオンリストースインスタンステイをちゃんと実装する必要があります。このように TransformMatrix をビューが破棄される際にボンドに保存しビューが復元する際にも 内部状態を復元するような実装をしなければならないさらにもう一つしないといけないのがビューにちゃんと ID を指定すすることです ID のないビューはオンステイフインスタンステイトオンリストーンインスタンスデーがうまく動作できませんこのようにただアンド i d ビューをコンポーズビューの中に使うこと自体は難しいことではないですが仮に内部状態があるアンド i d ビューとかカスタムされたアンド i d ビューとか そういうビューたちを使う場合には予想されない挙動が発生しかねないため注意するべきですここまで話してマイグレーションの実装作業について話しましたが実装が終わったら次はやっとリリースすることです最初に話した通りユーザーに影響を与えることは望まなしいことではないなので計画的にリリースを行うことが大事です まずはフィーーーチャーごとに順次リリースすることマルチモジュールかつフィーチャーフラッグを併用で私たちは簡単にリリースをするスコープをコントロールすることができます段階的にリリースすることによってマイグレーションによる障害スコープを最小限にするのことが目的です次は青手位置モニタリングですこれは特別な話ではありませんごく一般的な開発フローの一環です しかしアウテージが発生すすするる際ににはどういうふういふ対処するのか肝です仮にマイグレーションによるアウテ定ジが発生する場合まず原因を判明し簡単に修正できるものなら修正してホットフィックスをリリースしますもし根本的な問題があり修正に時間を要すると判断する際にはフィーチャーフラッグをオフにしてアンコアールレイアウトに戻ったホットフィックスを出すこともできますこのように万が一のプランをあらかじめ用意することで ユーザーザににえるる影響をを最小限に抑えることを期待していますでは未来の話をしましょうえマイグレーション作業はリリーズして終わるっていうことではありませんコンボーズの実用性が確定であれば月はアンコの完全削除そしてアンコの削除に伴ってファクトリングできる幅も増えます最終的にはもうさっきも話したフラッグメンの構造をなくしたりアンドールビューを完全にコンボーズビューに移行したり そちららのタスクも最初から視野に入れますでは最後にもう一度私たちの技術的負債を見てみましょうまずアンコールレイアウトはプレビュー機能がない問題なんですがこれはコンボーズに移行することによってコンボーズプレビューが可能となりましたさらにプレビューパラメントによって複数の UI ステータスを同時にプレビューすることも可能です次はアンコールレイアウトのメンテナンスコストですこれも コンボーズに移行することによって完全になくなりますさらにコンボーズ自体も今アクティビティ開発されコミュニティも活発のためデベロッパーにとっても参入しやすいですこれによって私たちのアンコールアートによる技術的負債を解消できることを期待しています終わりにボードにも話したがマイグレーション自体は避けられないことでしたがどのようにするのが大事ですデベロッパーのためのタスクとはいえ ユーザーファーストであることは忘れてはいけませんそして計画は最小でするべきかつ最悪の時代を想定するべきです何よりチーム全体としてゴールをフォーカスすることも大事ですこれは私たちの経営室だけではなくてあらゆるプロジェクトにも適用できる話だと思いますまあここまで聞いてマイグレーションタスクは大変なタスクだと思っている方もいらっしゃったん,なんじゃないでしょうか 確かにそうです。マイグレーションのタスクは大変でした。わけわからないレガシーコードを解読したり専業合意のフラグメントを整理したり事例,の事例のないバグを踏んだり大変なこといっぱいありました。しかし同時にマイグレーションも楽しいタスクではあります。なぜならデベロッパーたちは新しい技術を使えることです。さらにチーム内で知識共有も活発になりました。 知らないお罠やチップスなどの教え合いによってチーム全体の成長につながります何より私たちは常に挑戦を楽しんでいます大変な作数ではありますが大変だからこそ挑戦する価値があります以上ライ n サンプメーカー技術的負債解消の道のりでしたありがとうございましたポーさんありがとうございました ここからはプラストークと題して質問者の方が気になったポイントを中心にセッションの内容を深掘りしていきます皆さんからの質問も可能な範囲で取り入れつつ会話を進めてまいります質問のある方は画面右下のクエスチョンマークボタンから投稿できますのでぜひ質問をお送りください質問者はヤフーの片渕祐介さんです片渕さんカメラとマイクをオンにしてください 片渕さん、簡単に自己紹介をお願いします。はい、えっとヤフー株式会社でニュースアプリの Android を担当している片渕と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは片渕さん、今のセッションを聞いてどんなことが気になりましたか。はい、えっとですね、自分たちのチームでもえっと一部コンポーズ化を始めていたりするので大変ためになる発表でした。えー、特にですねあのカスタム Android ビュース。 の辛さっていうのは自分たちのチームでもなかなかうまくいかないこともあったりしたので、えっ、ー、と、共感がすごいしました、えーと。早速ですね、質問させていただきたいのですが、えっとこう、マイグレーションとフューチャー開発の同時進行をされていたと思うのですが、この全体工数の何割程度をマイグレーションに割かれていて、えー、またあの何人程度で、えっと、マイグレーション作業をされていたのか、ちょっと教えていただけますでしょうか。はい、えー、とまずですね ラインスタンメーカーのアンドロイド会員のチームは今4人構成となっています。でその中に1人が主にフィーチャー開発を今担当しています。で残りの3人がコンボーズマイグレーションの作業をまあメインで進行していますがまあこれ結構あのまあバージョンによって変わったりとかするんですけど基本的にはこういう感じになっています。ただえっとフィーチャー開発とはいえフィーチャー新しいフィーチャーも全部最初からコンボーズで開発していますので。 実質、まあ、四人全員コンボを使っている感じにはなっています。なるほど、ありがとうございます。そしたら、やはり、こう随時、この得た知見とか、もうチーム内で共有しながら、こう進めていくという感じですかね。そうですね。例えば、あの、はい、開発しながら。実際、自分が踏んだバグとか、もうすぐスラックで共有したり。はい、で、ちょっとある程度知見貯めたら、もう私たちは、もう、あの、毎週でチーム内の勉強会を開催しているので、そこで。 まあ私たちのチームだけじゃなくて他のクライアントメンバーにも共有するようにあのまあ自分の知見とかをなるべく早めに皆さんに共有しています。お、ありがとうございました。やはり何か最初にこう技術を導入するときはそういったことが大事だなとやはり思いました。そうですね。す特にあのまだ実際にあのチーム内ではまだこのコンボーズでプロダクションで使うことがある人はそもそも少ないためなるべく早い段階でこういう 一般のオフィシャルドキュメントに書いてないこととかあのなるべく皆さんに共有するような、えー、心をかけていいまますすなるほどありがとうございますう先ほどもこう想定外のエラーっていう話もあったと思うんですけど実際こうリリースしてみて想定外のエラーでしたりあとユーザーからちょっとパフォーマンス悪くなってますよみたいなそういった報告って何かあったりしたんでしょうか。えーそうですね 実際今え半分ぐらいのモジュールのコンポーズ化もすでにあのユーザーのもとにリリースされてるんですが今のところまだあのエラーは出てないのであ,のありがたいことにまだ <laughs> あのそうですねまだあのでかいエラーは出てないので問題ない感じですかね<あ>はいそうですねちなみにこの結構な割合でジェットパックコンポーズ化はもうされた感じなんですかねそうですね えとまあ、先ほども話したマルチモジュール、はい、フィーチャーモジュールになってるんですけど、まあ、一応フィーチャーコードにサイズも誓ったりとかするので、はい、全体的に言うと約8割9割ぐらいもうすでにコンポーズマイグレーションが完成している状態ですただリリース実際リリースされた部分はおそらく5割ぐらいとなっていますなるほどありがとうございますここまでやっぱりリリースしてまだこう想定外のエラーとかが出てないっていうことはやはり こうフューチャーフラグというかまあ慎重にテストとかもされてるからなのかなとすごい思いました。ありがとうございます、はいえー、と視聴者の方からもちょっと,、えー、と質問が来ているんですけれどもこうフューチャーフラグっていうのはなんかファイアーベースでしたりそういったサービスを使われているのかそうではなくもうコードに直で書いて、まあ、不具合が出たらホットフィックスで出すといった形うそうですね私たちのケーースでは、まあ、コードでは書いてもしあのエラーとか発生する場合は それをオフにするためにホットピックスを出すような使用例となっていますね。あなるほど、ありがとうございます。では、まだそちらのフューチャーフラグは使われてないっていう感じですね。そうですね、もう最初から、要はサーバーとかリモートでコントロールするようにしたいのですが、ちょっとサーバーでのリソースが足りないため、そこまでは至らなかったですねあ分かりました。ありがとうございます。あとですねこう、ジェットパックコンポーズの学習コストって何 どうでした？暗号とかよりも、ああ、そうですね。そうです。やっぱ X M にまあ比較したら、やっぱ X M 自体はもうみんなあの昔からも使われているので、はい。あの学習学習コースといったらそこまで感じないと思うんですよね。はい。でもコンボーザーも完全に新しいものなので、一気に学ぼうとしたら学習コースは確かに高く感じるかもしれないですね。ただまあやっぱさっきも話した今このジェパコンモーツは Android コミュニティの中で結構注目されているトピックですしあのかつコミュニティもかなり活発なため結構学習するためのリソースとかあの、まあ、説明の記事とかたくさんありますので、えっとまあ、学習に関してはしやすい方だと僕は思っていいまます、ねはい、ますござ実際に自分たちのニュースアプリでも使っているのですがそうです、ね、学習コストはリソースがいっぱいあるといった 点ではすごい低い低のかなと思、はい、私も思っておりますすそうですねで特にあの今チーム内で一人があの昔からずっとこのアンコレアードに付き合ってきたえあのあえアンドロイエンジニアがいるんですけどこの人も実は今コンボを使って実際使ってみて思ったことはやっぱコンボ図の方が分かりやすいし直感的に書けるしこっちの方がいいってあの言ってくれました。 まあ、アンコールレイアウトがデプリケーティンになったときは、その方も衝撃をすごい受けたんだろうなといいや。そうなんですね。<laughs> そういう話も聞きましたね。そうですよね。<laughs> なかなか大変だなと。ちなみに、その学習コストは低いがありますが、えっと、こうアンコールからコンポーズに切り替える作業ですね。やっぱり、この他案件にスケジュールって結構影響を与えたりしたんですかね。ちょっとペンディングになったりっていうこともあったりしたんですか、ねあ。そうですね。えー、っと、私たちはそういう問題はなかったんですね。 最初からあのもうリソースを確保したので、あのフィーチャ開発のためのリソースも最初から確保しているため、あの、はい、実際の案件の整序に影響を与えていなかったんですね。はい、ありがとうございます。この辺の調整も結構うまくやられた感じなんですね。そうですね、いい感じにこうチームメンバーでカーバーし合ってあの回してます。はい。あ、ありがとうございます。えっ、ー、とあとはですね。 初めてこうマイグレーーションしたコードですねリリースするときってこう結構慎重になられたのかなと思うんですけれどもこれ段階公開ってこう何パーセントからやり始めたみたいなのとかってあったりするんですかえーとユーザー全体の何パーセントという感じですかそうですねあそうですね一応もうオンにしてあのオンにしたバージョンを出して100%にしてるはずです。はい、なるほど あとはですね最初にこうジェットパックコンポーズにえっとマイグレーションしようって思うこのモジュールの選定基準といいますかそういったものって何かあったりするんですかねえっとそうですねまあやっぱ最初実験的にあのマイグレーションしようと考えたらやっぱあんあまり使われてないとかもしくはまあ比較的に単純な あのフィーチャーとかを使ってまずあのコンゴロスマイグレーションをしてみて実際もし問題が起きたらまだあの後ほどのそういうまあ知見をみんなに共有して別のモジュールで行う際にはもう下げることにまあ可能だと思うので、はい、まあ最初はまあ,あ,のあんま使われてないというかあの例えば設定のメニューとかそういうフィーチャーをまずマイグレーションしてあのリリースして問題がなければまだちょっと複雑なモジュールとかが 特にま先も話した画像の編集周りはかなり複雑になっているため、はい、そこら辺はやっぱ慎重にいかないとっていう感じがあるため、そこはまあ順番的に結構、はい、あの後どうなっていますね。はい、ありがとうございます。やっぱりこう複雑な画面をしようとなると、なかなか想定外のことも起きるので大変ですね。そうですね。はい。なるほど、ありがとうございます。という意味ではその複雑な画面ですね。当初予定されてたコースよりも。 まあ大幅に時間がかかってしまったみたいなこともあったりしたんですか、ね。ありますね、はい。なるほど。特にあのカスタマンドルビューを使っている画面だと、はい、やっぱ最初の想定よりあの想定してない事態があの起こりかねないなので、はい、あのおそらく最初の予想のコースよりまあ1.5倍2倍ぐらいはかかってるなんじゃないでしょうかね。ありがとうございます。 最初にこうジェットパックコンポーズでやってかつこう複雑な画面ってなったらそのぐらいの個数を見ておいた方がいいということですね。そうですね,そ,ですねそろそろお時間なのでよろしければ次を最後の質問でお願いいたしますあ。分かりました。じゃあちょっと最後の質問なんですけれども、えっと、こうアンコーからジェットパックコンポーズへの意向で感じたなんていうんですかね一番のこのジェットパックコンポーズのメリットっていうんですかね何かあったら教えていただけますでしょうか。メリットですかね えっと、僕が思っているのが、やっぱ直感的に書けること、かつ。あのコンポーネントごとの再利用が。やっぱしやすくなったなんじゃないでしょうかね。やっぱエクセメに比べて、あのエクセメとか、あんこに比べて。もう本当にライブラリをかえしている感覚で。あのユーを作っているので。自分が作った UI アや。どううのように別の場所とか、別の画面に使われるのが、もう最初から、この。考えながら、あのコンポーネを書いているので。 結構自分的にはやっぱそっちの方が直感的に使うなんじゃないでしょうかと思っています。ありがとうございます。確かにこう直感的に使えるっていうのは大事なことですし、まあ実際こう開発してても楽しい部分があります。ありがとうございます。ありがとうございます。自分の方からは以上になります。